ゆきでございます。本日もよろしくお願いします。2月9日金曜日、旅行最終日でございますね。本日の気温1度です。いえ寒い。それでは本日も朝食を食べに行きましょう。もうチェックアウトしちゃったんだよね。よし、山があっていいよね。これなんか本当は行きたいとこあったんだけど、当日予約が無理らしくて昨日と一緒に行きました。じゃじゃんと、はい、本日もいいね、やっぱね、いただきましょうね。本日も最高でございます。ただやっぱね、ちょっとね、内容がやっぱ昨日と違ってね、 こっちの、まあ、納豆は一緒なんだけど、ごぼうサラダとこの春雨の、ね、さっぱり系のやつがあるからすごくいい。だから野菜も全然違ってた、やっぱ楽しめるようになってるね。まあ、お米とお味噌とおうどんはいただきますよ。あとアップルジュースもらっちゃった。食べ過ぎです。いただきます。今日はね、ちょっとランチでいいとこに行く予定なので、朝はちょっと控えめにしようと思ってます。2週目です。食べちゃうよね、これ550円でやばいよ、マジですごい。スタバ行こう。ちょっとランチ前にワインショップ行こうかなと思います。ワイングロッサリーさんっていう結構もう大きなショップがありまして、ネットショップもねすごい有名なんだけど、そちらをちょっと行って、市場調査してこようかな。なんか面白いのあったら買おうかなと思うんだけど、じゃあそちらに向かっております。なんか今目の前の工事しているところの建物の中に入ってたんで、ちょっとそこに行こうかな。こちらでしたね。入っています。はい、無事訪問終了いたしました。ですね、ゆきおのことを存じてくださっておりまして、ちょっとすんげえ恥ずかしいんですけど、ちょっと中でね お話もさせてもらって、ちょっといろんな楽しい訪問になりました。ありがとうございます。で、ちなみにワインもちょっと購入はしましたので、アルローのハリゴテをちょっとね飲んだことなかったんで買ってみました。ありがとうございました。さあランチへ向かおうと思っております。ランチは京都大体最後のランチはイタリアンですね。はい。で、今から行くところは、オルトというお店なんですけど、ちょっとネットでいろいろどこかお店ないかなと思って探してて見つかって、で、まあ、何が魅力的かっていうと、あれなんです。ワインリストがネットで公開されてて、そのワインリストにですね、やばいかったんですよ。ちょっと、ね、飲みたいワインがあったんで、ちょっと本当それ目当てに行くみたいなもんなんだけど、もちろんね料理も美味しそうだったし、なんかイタリアンだけどちょっと和も取り入れたちょっと京都っぽい雰囲気もありつつみたいな、すごいいいなと思ったんだけど、ワインメニューが、ね、やばかったんで、いやそれが今あるかは分かんないんだけど、そこはすごい半分賭けなんだけど、ちょっとそれが気になったので、今回そこのお店をチョイスしましたということですね。楽しみですね。この辺にあります。ちょっと遅れちゃった、すみません、ちょっと遅れちゃいました。どこだ、ここか、いや
です。行きましょう。イエス、オルトさん、レッツゴー。到着しました。始まります。最初のアミューズ黒ニンニクさんのオレオみたいな感じのやつ、すごい。ワインのメニュー選ぶの超悩んでたらシャンパンちょっとだけくれました。すいません、ありがとうございます。乾杯です。ちなみにメニューはこんな感じです。今黒ニンニクのサブレ的なのをいただきました。めちゃめちゃうまいです。超楽しみ。次貝ですね。イエス。ちなみにワインはあのホームページにあったワインたちは全部なかったですすごい、僕が頼めた方がなかったんでグラスで頼みました。いらっしゃいました。貝でございます。こちらが粒貝と肝、すごい和っぽい感じで、こちらがクラムチャウダーでございますね。イエス。美味しいも食べちゃったけど、こちら本当に肝とその貝の風味がすごい、シャンパンとめっちゃあった。でこちらね、酒粕が入ってて、でその風味がふわっとくる感じかな、なんか上品、ちょっと和っぽい感じがするよね。美味しい。今ねパンをあそこのオーブンでね焼き上げてくれてる。すごい、キノコのパンだそうです。うまそう。次はキャベツの料理をご用意します。キャベツは1つ丸ごと3時間ほどローストしたものを巻き上げてご用意します。今はあのアナゴ、電子系アナゴですね、椎茸とソーセーしましてご用意しました。あとはソースの方がへしこですね、サバのぬか漬けの部分、こちらの骨の部分を出汁にしてクリームのソースにして、上にはぬかの部分をパウダーの順位で練り込んでご用意してましたので、ちょっと崩しながら食べていきました。白はジュリアンメイのリスニング、いただきます。すごいキャベツの甘みとそのソース、和っぽい雰囲気もあるんだけど、でもイタリアン、ね、なんかすごいめちゃめちゃ美味しい。そしてリースリングと超合います。最高。パンかわいい、シャンピニオンの形して、でも本当にキノコも練り込んでるっていう、うわかわいいです。パンのキノコの風味もあるけど、なんかもうふわふわでめちゃめちゃうまい。で何回も言いますけど、このキャベツなのでめちゃめちゃうまい。本当にハモがなんかソースと絡まったらリーズングとすごい合うし、すげえうまい。もうハモなくなっちゃったけど京都のお野菜ですね、こちらにいろんなピクルスにしてありやったり焼いたりとでご用意しました。上にはハーブがお花を載せてあります。真ん中のソースが紫大根とヨーグルトを合わせたソース、中にはイクラも添えてますので、ソースを絡めながら食べていただきました。サラダ色とりどりすぎ、すごい、めっちゃうまそう。今日はメニュー表の裏側見ていただくと、ちょっと QR コードを載せてますので、こちら読み取っていただくと、今日の中に入っているお野菜が全部記載させていただいてますので、ちょっと見ながら食べていただきました。なるほど、そういうことなんだ。ワインはサンソニエルのリュンヌ21年でございます。素晴らしいワインがありがとうございます。そしてワインが美味しすぎる、幸せ、やば。次のパンも焼かれております。シャキシャキと焼かれております。一体本当何種類入ってんのっていうぐらいね、種類めちゃめちゃあって、本当に一つと違うのかもしれないっていうぐらいで、この真ん中のヨーグルトのソースとすごく相性いいし、このサラダもね、こう、ちょっとこうローストしてあったりとか、なんかその直
調理法も違うものが入っていて、それが絡み合ってめっちゃうまいっていうやつ。やばいね、野菜すごい本当に。またもう焼きたてのパンいらっしゃいました。エゴマのパンですね。うわかわいい。エゴマのパンふわふわで香ばしくて美味しい。もうすごいうまいんだけど全部が。やばい。鳥取県の花草さんという肉の業者さんが競り落とされている30ヶ月以上飼育された花の牛ですね。こちらをラグソースにして中には大黒しめじ、こちらを入れてパスタにしてご用意しました。上にはミモレットチーズをかけておりますので、絡めながら食べてみました。もう見た目と香りがやばいです。早く食べましょう。いただきます。ワインは2本仕立てでいらっしゃいました。イタリアの、オレンジペルメンティーノで、こちらティブフーダね。これも最高の作りで、カイエールはピノかガメイ、ピノ、んピノかないただきます。キノコの風味と合うっすね。うまい。すごい、牛の味すごいしっかり、めっちゃうまいです。そしてワインとどっちもすごい合う。めちゃめちゃ合う。もうね、いや、もちろんカラッツもこっちもうまいんだけど、いや、やばすぎ。トゥルフカイエル18年、ちょっとやっぱ熟成してるから離れてやばすぎなんですけど、すごい。メイン料理は東京 X で東京で育てられた豚ですね、はい、ローストにしてご用意しました。上には自家製で作りましたレンズ豆のお味噌、これを塗って上にピーカーナッツを乗せて焼き上げております、はい、周りのソースは野菜のソースで、上には付け合わせやエビもフリットにしてご用意しました、はい、周りのスパイスがデュカですね、コリアンダーであったりクミン、こちらのスパイスをミックススパイスをつけておりますので、そうお肉をつけながら食べていただきました。メインの料理は東京 X さんの豚でございます。非常に上のソースと周りのスパイスのソースと香りがやばいでございます。いただきます。うますぎですね。もう全部うまいけど、すごい香ばしい感じの香りと周りのスパイスで、豚の旨味と甘み、甘いね、バブルが甘い、めっちゃうまい。またもやばい、2杯仕立てでいただきました。ありがとうございます。ビンノビレですね。ビンノビレの19年とサングイネと、こちらは知らない、知らないですね。ブルグイユカベラネフランって言ってたかな。右の生徒者知らない、楽しみ。いやもう本当にめちゃめちゃうまい。豚の香ばしいところとソースとナッツと超相性がいいです。そしてこのお芋ちゃん、菊芋、ふわふわで、もうね、食べた瞬間にもう飛んでいく感じふわーって飛べちゃう、めっちゃうまい。でこのメインとさっき出してもらった赤ワインがうまいんだよね。どっちも合うんだけど、なんかちょっとタイプの違う相方みたいな感じで、めっちゃうま。ちょっとワインめっちゃまだ全然残ってるやば。締めの料理ご用意したのが、先ほど食べていました東京 X、 こちらも使ったリゾットでご用意しました。中にはタルティーゴというイタリア産の野菜なんですけど、このこちら京都の向島の農家さんの山田ファームさんが作られたイタリア野菜を入れてご用意しましたので、はい、なんかもうやばいビジュアル。優しいお味だね。だしというかブロードというかその感じと、あと玉ねぎかな、甘い感じもあるんだよね。それとちょっと塩気のバランスがすごく良くて、優しくて美味しいリゾットです。ワインとも超合う。
ちらのデザート大根と書かれてたんですけど、この下に載ってるのが大根を使ったものたちがいろいろ載ってます。ピクルスコンポートって感じかな。で上にはフロマージュブランと、また上も大根を使ってタピオカ粉を使ったなんかみたいなチップス的なやつらしいです。くーすごい、酔っ払ったねめっちゃ楽しいんだけど。コンポートなんか、でも漬物とコンポートの中間ぐらいのかな。でもなんか甘くて風味があってめっちゃ美味しい。でフロマージュブランとあって、上のカリカリのチップスをサクサクで美味しいし、で何よりねさっきのベルメディのオレンジとすごい合うんだけど、なんかちょっと漬物っぽい感じがあるからかな、オレンジでカラメルっぽい感じとかね、すごい合う、面白い、めっちゃうまい。なんかねこれもそうだけど、全部の料理に京都感じちゃってるね全部に京都を感じます。素晴らしい。京都しちゃってる。いやマジでペアリング最高でございました。素晴らしい、ありがとうございます。デザートはいちごでございます。下にいちごを敷いてて、で上にいろいろ乗っております最後はシェリーをいただきました。モスカテルのシェリー初めて見る、このエチケットすごい海外みたい。本当に皆さんここに食べに来てくださいやばいんだけど、最後にしてこのめっちゃすごいデザート来たけど、なんかもちろんいちごのデザートなんだけど、全ての要素が本当に一つになって全部が絡み合う。口に入れた瞬間にもういろんな風味があって、それがどん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 変わる変わる口の中でもうすごい層になって、何時かもちろん分かんないけどめっちゃうまいんです。でちょっと和の雰囲気を持ちつつ、あすごいわ京都感じちゃってるし、そしてなんといってもこっちのシェリーたちとも超合うの、ちょっとちょっともう説明もできない、すごい、いやこれやば、ありがとうございます本当に。最後はハーブティーと、すごいこれごまのフィナンシェと、違うごまのメレンゲと、こっちフィナンシェで塩納豆って言ったらすごい和だね。このまさに和と洋の融合じゃないけどさ、本当ねこんな風に言っちゃうとすごい軽く感じちゃうかもしれないけど、それがまさに融合してんだよ、すごすぎる。本当にもう最後の最後の最後まで美味しいです。ハーブティーも爽やか、いやー幸せです、ありがとうございました。これがラストランチ、最高の締めになりました。ごちそうさまでした。最高です、最高の店でした。ワインも料理も最高ってなかなかね素晴らしかったです。本当にありがとうございました。ナイスペアリング最高でした。で、もうこれで京都滞在は終了。あー帰りたくないけど帰らなくちゃいけない。しかもちょっと新幹線の時間もまあまあもうすぐ来ちゃうから急いで京都駅に向かいます。京都駅方面だからこっちか、一番ただいま地下鉄で京都駅に着きました。新幹線乗って帰ります。
高だ。めっちゃバタバタだったんだけど、なんとか新幹線乗れました。あぶねえ。今回の旅ですね、3泊4日。本当に濃密な旅で、会いたい人にも会えて、いろいろ行けて、で、それを奥さんと共有できた。最高のことですね。で、これをまたお店にね、還元して成長していきたいと思います。みんなお店に来てね。